民族女事誌とは、特定の民族の本質、精神を表現することを目指した、あるいは表現したと信じられている、女事誌、あるいはそれに類似した作品のこと。民族女事誌は、民族の起源を、その歴史の一部として、あるいは他のナショナルシンボルなどのような、民族的アイデンティティの発展の中での出来事として、物語ることが多い。講義では、民族叙事詩は、 単純にその民族の人物、政府が特に誇りに思う国語で書かれた、叙児史を指す。トロイアの滅亡に始まり、ローマ国家の誕生までを描いたウェルキリウス作、アイネースは、ホメーロス作、イーリアスのローマ版とみなされている。一般の歴史概念によると、帝国は過去と現在の間に存在する、有機的な連続と対応の中で生まれ死ぬ。王が、アレクサンドロス三世や、 ガイウス・ユリウス・カエサルといった過去の偉大な指導者と肩を並べたいと望むとき、詩人たちは新しいホメーロス、ウェルギリウスになりたいと望む。16世紀、ポルトガルの詩人ルイス・デカモイスがウズ・ルジアダスの中で自国の海軍力を賛美すれば、フランスの詩人、ピエール・ド・ロンサールは自国民の僧、トロイアの王子たちまで遡るアイネースのゴールビト版。 フランシアードの執筆に取り掛かった。しかし、民族的なエイトスの出現は、ナショナルロマンティシズムから生まれたとおぼしき、民族女児詩という語の誕生に先行する。明らかな民族女児詩がまだ現れていないとき、ロマン主義精神はそれを作らねばという意欲を起こさせる。民族的神話の中の溝を埋めることを草案した、初期の詩には、ジェームズ・マクファーソンの女児詩サイクルのオシアン詩集がある。 オシアンはこの詩の語り手であり、想像上の作家で、マクファーソンはこの詩をスコットランドゲール語の古文書から翻訳したと主張した。もっとも、マクファーソンのオシアンを含む多くの民族女子詩は19世紀のロマン主義に先立つものである。20世紀初頭、民族女子詩という語はもはや必ずしも女子詩に対して使われるものではなくなった。民族の歴史的背景のディテールを必ずしも、 持たなくとも読者並びに批評家が民族文学の象徴であると認める文学作品を表すものとなった。その文脈において民族女児詩という語は疑いもなく建設的な含意を持つ。例えばジェームズ・ジョイスはユリシーズの中でドン・キホーテはスペインの民族女児詩だがアイルランドではまだ民族女児詩は書かれていないということをほのめかした。 厳密には、女子誌ではないが、三文作品の中にも、民族意識の上で重要な位置を占める作品がある。エピックリリアンのケースタルト、ユニバーシティ・オブ・ダカハット・ザルシアズ、ワールド・デジタル・ライブラリー、2013年8月30日、閲覧、ありがとうございます。